りょうすけバレーボール TV をご覧いただきありがとうございます。りょうすけです。今回のこの動画では明日から使えるワンアクションに絞って一つのポイントをご紹介していきたいと思います。今回ご紹介するテーマとして力強いスパイクを打つスイングの仕方について話していきたいと思います。スパイクを打つ上でいろいろと意識するポイントあるんですけれども、今回はスイングですね。スイングの仕方によって力強いスパイクが打てるということについて話していきたいと思います。ぜひ明日から実行できるワンアクションですのでやっていただきたいと思います。ということで早速ご紹介していきます。力強いスパイクを打つスイングの仕方なんですけれども、大きな円を描くように腕を振るということです。どうしてもスパイクを打つときに腕が縮こまってしまったりとか、腕の円が小さいとそれだけ力が小さくなってしまってボールの勢いがなくなってしまいます。ですのでスイングが小さくて縮こまったりしないように大きく円を描くようにスイングをしていきます。目いっぱいの体の動きを使って大きなスイングを心がけてスパイクを打つようにしてください。大きな円ですね。先ほども言ったように小さな円ですとスイングが縮こまってしまって大きな力を生み出すということが難しくなってきてしまいます。ですので自分の体を最大限に生かすためにも大きな円をイメージして大きいスイングをするようにしてみてください。実際にスイングをする時の意識としては腕が一番遠いところを通ってボールを打つということを意識してみてください。腕が小さくなってしまうと本当はもっと腕を伸ばせるということになってしまうので、しっかりと体の遠いところを通るようにしてスパイクスイングを行ってみてください。体の近くを通るのではなくて体の遠いところですね。大きな円を描くようにスパイクを実際に打ってみてください。今回ご紹介したワンアクションをおさらいすると、力強いスパイクを打つスイングの仕方として大きな円を描くように腕を振るということでした。ぜひ明日の練習から実行できるワンアクションですので、ぜひやってみてください。ということで今回の動画は以上になります。僕のチャンネルではスキル面、メンタル面を含めたバレーボール上達法を発信しています。ぜひチャンネル登録、評価よろしくお願いします。またツイッターの方でもスキル面、メンタル面を含めたバレーボール上達を発信してますので、ぜひチェック、フォローよろしくお願いします。今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。りょうすけバレーボール TV。